こんにちは、ネモです。パワープラプでやっていきます。今回は、ループガチャハッピーバレンタイン、エプロンの夢城誘拐ガチャですね。いきたいと思います。ということで、ついにエプロンバージョンの夢城が登場しました。で、まあ、何がどう変わったかは、引いてみてのお楽しみですね。で、まず出現割合が、2人が 23% のガチャになっているようです。で、こっちか。で、1回目が30個で回せて SR 以上のイベキャラ出現。2回目40個で回せて PR 以上の夢城出現。3回目で夢城ユーカーが 20%PSR、80% で SR というガチャになってるようです。まあ、この体型を見るとどうなんだろうなっていうのはあるんですけど、怪物球威とマインドブレーカーで変化球になってますね。変化球になったんだ。メンタルどこ行った状態なんですけど、あれ確か覚醒が何だったっけ、得意練習率アップとなんかでしたよね。で、コントロール上限付きの変化か、これ強いかもな。はい、ということで行きましょう。 SR 確率もアップしております。まあ、3中連引けば確実に入るっていう感じですね。変化か、あー来ないか、来て欲しかったけどな、一撃で。あははははは。マジか。コツは？変わってないですね。変化球になったんだ。すごいね。なんか全然、完全にまるっと変わりましたね。得意練習まで変わるなんてみたいな。追加ぐらいかと思ってたら、完全にまるっと変わりましたね。闇野の代わりになれるかみたいなところですよね。さあ、20連目行きましょう。これは全く出ないやつか。はい、ということで PR はここ確定なんで入ってきましたね。と初強化まあまあ高そうだな。40か、いや高くないな。40だとそんな高くないか。だ PR めっちゃ出ますね、ありがたい。さあ、ということでここで PSR 欲しいなと PSR 欲しいなと虹かかんないか。あ、SR っぽいっすね。あー、SR ですね。なるほど。ただ、スペシャルタックとやる気効果。で、初強化75、変化強ボーナス6。このテーブルはまさか。まさかこのテーブルは、練習効果、テーブルじゃないか。っていうところで、得意練習となんかだったよね。はい。何でしたっけ？見に行きますか。で、僕、夢城の在庫全くないんですよね。その PSR の夢城がいて、そこにもうダイブさせたので、多分いないと思うんですよ、全然。ちょっと見ましょう。まずは見ましょう。3枚ぐらい。パッと行って。で、夢城。まあ、これ結構強そう感はありますね。これと、PR。まあまあ強そう感はありますね。変化球か。すごい違和感だけど。はい。まさかテーブルまるっと変わるなんて。あ、やっぱいないっすね。45も作れないな、今んとこ。まあ、ちょっと強いかどうかがまずわからないのであれなんですけど。ああ、なるほど。まあ、でも、このテーブルだったら、まあ、まず間違いなく強いよな、みたいなところはありますけどね。ちょっともうワンループだけ運試しします？もうワンループ運試しましょうか。PSR 欲しいな、普通に。怪物球威とマインドブレーカーって。あー、違う方ですね。妹ちゃんの方が入ってきました。これ、このテーブルだったらマジでサバカも引いていいぐらいのテーブルだな。まあ、ちょっと解放が進めらんないんであれなんですけど。はい。20連目行きましょう。
まあまあ、ここはいいです。僕が見たいのは次です。これでもどうなんでしょうね。うわー、結構あれですね。結構出ないっすね。今んとこ確定枠以外は SR 出てないかな。いや、そんなことないか。はい！虹！虹で。あー、来ないか。まあ、引いてはいつか出ると思うんですけど。あんまりそんなにガンガン引きたくもないっていう。あー、出ないかフェイントパターンもなかった。いや、ちょっと使ってみてになるのかな。それとも45までは作ろうかな、ひとまず。なんか、それは別にいいような気はする。ループガチャですしね。今んとこ SR が1、2枚。で、PR が4枚。もうワンループいくか。ちょっと、出て。出て。マジで出て。食べさせ方全然変わるから。前の母体がいるだけに、まあ、なんとか出てほしい感ありますね。ああ、出ねえわ。全然出ない。確定枠以外は出ない。うん、でもこれ、なんか僕50作りそうだな。行きましょう。お、来たか。これでもいいよ、全然。ひらん。ああ、出ない。ただまだチャンスはある。まだわからない。まさかこんなところでそこそこ引かされるとは。もう闇のでいいかもしれないからな、ワンちゃん。あ！辛い。これは辛い。これは辛いな。違いましたね。ちょ、20% 当たって、そろそろ。そろそろ当たって。あ、来たか、これ。これ20パターンは来るんじゃない？入った。これは来たでしょ、さすがに。20% 引いてるでしょ。 OK！ ということで、なんとか3ループ目で超激レアしましたと。で、これ技術簿の変化か、強いな。で、多分そうだよね。あ、そうですね。練習効果 30% テーブルですね。もう一枚。あー、来たー。さあ、問題はまあ元の夢城がどんな感じなのっていうところで、元の夢城がどんな感じなのっていうところで、まあこの夢城にこの SR とかを食べさせてパッてあげるのか、まあとりあえず SR を成長させといてみたいな感じなのか、まあその辺は使ってみてからになるでしょうね。っていうイメージはあります。あれ、全然解放しない。PR は重くそ外しましたね。重くそ外したので、これ結構いくんじゃないかっていう。楽だなぁ。ループガチャ。はい。3行こう。いいね。3行こう。ああ、まあまあまあ、2だったら全然いい。はい。ということで、とりあえず、プラニーの夢城が作れましたっていうところと、一応 PSR 引けたので、まあ、これ解放になっちゃってるの。危ねえわ。はい。ということで、とりあえず、まあ、使ってみてからかなっていう感じはします。で、まあ、めちゃくちゃ強ければ、こう、まあ、食べさせていく感じかなと。いうところと、まあ、サクセスウィークも始まってないですね。まあ、今日夢城回数でしたら、はい。ということで、まあ、夢城が突如入ってきたので、ちょっと夢城を頑張って使っていこうかなという感じでございます。で、テーブル自体はめちゃくちゃ強いし、解放も、まあ、これはやべえなっていう感じなので、普通に使って強ければ、まあ、50死に行って、まあ、また使っていくみたいなことがあるかもしれません。ただ、何しろ後イベなので、まあ、使うときにはかなり、こう、選択肢が、こう、どう、オクタビアのところとかがね、ちょ、なんとも言えないんで、どういう感じになるのかな、みたいな。
すんごい伸びちゃった。伸びちゃった。っていうのはあります。ぜひぜひ皆さんのご意見もいただければ嬉しいかなっていうところと、これワンチャンほんとサバカとか引いていいやつですね。僕は多分手持ちの関係上引かないような気はするんですけど、無課金、未課金の方、多分引いて良さそうなガチャが来ているかなというふうに思います。そのあたりもまた使ってから動画出すと思うので、良ければ見ていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。